ホートはスリランカの都市コロンボの一地域。市の中心地域であり、コロンボ証券取引所やワールドトレードセンターといった商業、金融施設が集中している。また、セイロン銀行の本店もこの地区に位置している。ホート地区の海岸沿いには、イギリス統治下の1859年に、当時のセイロン総督ヘンリー・ジョージ・ワードにより作られた。 ゴールフェイスグリーンという緑地帯が広がっている。地域には、その他にも、中央郵便局、ホテル、政府機関、それに、オフィスが立ち並んでいる。オランダ時代のコロンボ・コリンタータとして知られていた、この地に、重要な変化が起こるのは16世紀初頭である。この地域は、ポルトガルの勢力が最初に上陸した場所であり、彼らのこの島における、公易拠点の一つとなった。 ポルトガルはこの地に要塞を建築したが、1656年にはオランダにより征服され、今度は彼らの貿易と資源を守るために用いられるようになった。コロンボがこの島におけるオランダ統治の中心地域として発展していくに従い、海と内陸からの脅威に対抗するため要塞も強化されていった。オランダはポルトガル時代に建てられた要塞を一部取り壊し、 湖と海に囲まれた土地という条件を活かした強固な要塞へと再構築を行った。その結果、この要塞はオランダと内陸の新原王国との衝突において重要な軍事基地となり、幾度もの方位においても陥落を免れた。1815年のキャンディ条約において、島の統治がオランダからイギリスに移ると、コロンボはその首都とされ、法ト地区が統治の中心地となった。 その後長らく直接的な軍事的脅威がなかったことから1870年には都市開発の妨げになるとして要塞は取り壊された。オランダ時代の建築物もまた多くが取り壊され、イギリスの植民地統治にあった建築物へと置き換えられた。要塞は取り壊されたもののフォートという呼び名は残り、以後もこの地区はその名で呼ばれることとなる。イギリス統治の中心地として、 また後には、実地の高まりに伴い立法評議会や国家評議会といった多くの建築物が法都地区に建築された。行政の中心であることから法都地区は経済の中心地としても発展していった。独立後も政府中枢の多くは引き続き法都地区に位置していた。しかし、行政機構の拡大に伴い、1980年代にイリ政府は 省庁の新首とスリジャヤワルダナプラコッテへの移転を始めた。移転の手始めとして、まず旧国家評議会にて開かれていた国会がスリジャヤワルダナプラコッテに移された。だが、政府機関の完全な移転は2012年現在、完了しておらず、まだ多くの重要な機関がこの地に残されている。フォート地区には様々な時代の建造物が混在している。 まずこの地区で最も有名な住宅は大統領官邸である。ついで現在は大統領官邸の一部となっているゴードンガーデンがある。これらの住居はもともとオランダ時代に総督の住居として建てられたもので、後にイギリス総督の住居となり、そのため1972年まではクイーンズハウスとして知られていた。大統領事務局は ネオバロック町の旧国会議児童に存在している。その他にもゼネラルトレジャリービルディングに財務、計画省が、リパブリックビルディングに外務省がといったように、いくつかの重要な政府機関が未だこの地に残されている。スリランカ海軍の本部である SLNS パラクロマはフラッグスタッフストリートに沿って位置しており、ジャナーディパティマーアワタ沿いにはスリランカ中央銀行と 旧中央郵便局が位置している。その他にも、セントラルテレグラフオフィス、警察署本部、コロンボ市警察ビル、スリランカ公無局ビル、タイムスビルディングに、カーギルミラービルディングといった建築物が地区の各所に存在している。ホート地区には多くの銀行や企業の本店、本社も集まっており、コロンボの商業、金融の中心地を構成している。 こうした銀行としては、セイロン銀行、HSBC、インドステート銀行、スタンダードチャータード銀行、セイラン銀行、サンパス銀行、ハットンナショナル銀行、人民銀行、それに、セイロン商業銀行が存在する。ワールドトレードセンターは、市内で最も高いビルであり、コロンボ証券取引所をはじめとして、多くの有力企業がここに拠点を構えている。 スリランカテレコムやシリンコハウスのシリンコ、カンサーリデイテッドの本社も WTC に存在する。またフォートには、グランドオリエンタルホテル、コロンボヒルトン、コロンボインターコンチネンタル、ガラダリメリディアンそれにコロンボシティホテルといった多くのホテルもの木を構えている。フォート地区の有名なランドマークとしては、旧コロンボ東台、コロンボ東台、オールドダッチホスピタルそれに、 サムボーディ・チェーティア寺院が存在する。フォート地区の北部はコロンボ港と接している。その付近にはスリランカ港無局、スリランカ税関、バンダラナイケフ島、それにクイーンエリザベスフ島が存在する。ありがとうございます。